本校教育理念の中に意思あるところ道ありという言葉があります。これまで本校が大事にしてきた歩み、そして価値観というのはこれからも揺るぎないと。2400人の生徒が通う私立の中高一貫校、学校法人東福岡学園。前身の福岡米語義塾を経て中等教育へ。今や運動部の活躍で全国に知られる東だが、進学率が高いことも特徴。見学の精神の中に特に進学に重点を置くという言葉がありますので、現状約9割の生徒が大学進学を希望して、同程度が現役で合格をしております。来年80周年を控え、東は今大きな変革の時を迎えている。コロナ禍をきっかけとして生徒が学校に来れない期間がありました。で、私たち改めて人と人とのつながりという、つながることの大切さを実感した次第です。これからの社会を見た時に、私たちは2030年を目標にネクスト東2030というビジョンを出しました。その第一歩となるのが共学化。社会がこれだけダイナミックに変化している中で、性別であったり国籍であったり、さまざまな価値観の下でですね、お互いを認め合いながら共同していくこと、これがやはり今後も求められると。さらに目的別コースへの改変や大学との連携など、キャリア教育に向けた大胆な改革にも着手。生徒たちが大学で何を学びたいのか、その先どんな人生を送りたいのか、キャリア教育を行っていくことが自分の人生を切り開いていける強い力を育むことにつながるのではないかなと。そのための施策の一つとして、校内連携であったり外部との連携と、学びの場は教室だけにとどまらないと。社会に未来につながること、それが東のネクスト。やはり世の中がどんな時代になっても、最終的には人と人とのつながりが自分の存在価値として大事になってくるのではないかと。将来的に子どもたちには人とつながりながら、最終的には未来とつながる自分自身の人生を切り開いていけるような人になってほしいと思ってます。九州の元気を応援します。西日本シティ銀行。